こんにちは、サブちゃんです。久しぶりのサブちゃんでいつもと違うところで撮ってみた。そう言っても机をね、こう持ってきただけなんですけど、8月、約8月前後買って良かったものとか、レビューをしようかなと思います。インスタでさ、サブちゃんでこういうのあったら見たいよっていうアンケート取ったら、買ってよかったもの系も結構ね、リクエストが多かったので、ちょっと紹介していきます。髪やばい。今ね、仕事終わり終わったばっかで撮ってるんですけど、結んでたから、髪がライオンみたいになってる。ごめんなさい、T シャツ久しぶり。久しぶりだぞ。俺のこと来てもらえて嬉しいぞ。はい。じゃあ、紹介していきます。まずこの、イニスフリーの、これ紹介したっけ?でも多分買った時に紹介した気がする。イニスフリーの化粧水とか化粧乳液とかクリーム。で、これが導入セラムみたいな。化粧水塗る前に塗るやつを、です。はい。で、これは、まあ、買ってよかったかって言われると、うーんって感じで、多分リピはしないかなっていう。リピするとしたら、このイニスフリーの導入セラム。これは化粧水塗る前に塗ると結構入りが良くなる。化粧水の入りが良くなるので、これは良かったかな。で、化粧水とね、クリーム系はね、なんだろう、最初いいなって思ったんですけど、結構時間経つと乾燥が目立つ気がしました、私は。最近はこれ塗って、で、いつものオルビスの化粧水塗って、で、あとは、まあ、クリームは正直何でもいいかなって思ってるんで、これと、気になるところにこの、ちょっと濃厚なクリームを塗ってる。肌質もあると思うんだけどね、やっぱり、このオルビス U の方が保湿はされた。だから、リピはしないかな。なんかおすすめの化粧水あったら教えてほしい。肌質で言うと、ちょっと乾燥、敏感って感じ。はい。あ、で、次。で、あとで化粧品系で言うと、このオイルも買いました。これちょっと前に買ったやつかな。クライアースって書いてある、ビタミンドロップ。これ、多分ね、SNS とかで結構有名な人気なやつ。ですね。で、塗ると、すごい肌がじわって熱くなる。だけど、冷蔵庫に入れといて、朝塗ることが多いです。なんか効果ね、いろいろ書いてあったんだけど、忘れちゃった。でもなんかいいらしいんで、これ塗って、化粧水塗って、日焼け止めして、みたいな感じです。気になる方はちょっと調べてみてください。なんかね、すごい、ぐん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 熱くなる。はい。次、髪の毛系。髪の毛系は、フィーノのプレミアムタッチ浸透美容液ヘアマスク、カッコヘアトリートメント、カッコ特に傷んだ髪をカッコ流すタイプです。これは、なんかアットコスメのヘアケアランキング、基本なんかずっと上位にある気がするんだけどね。これはいいんですよ。何回も前買って、で、他のいろいろトリートメント買うんだけど、やっぱりこれがね、一番いい感じ。大容量でそんな高くなくて。毛ついて。で、週1ぐらいで使ってねって書いてあって、匂いもね、すごくいいです。普段は、奪いつきた。はい。あ、はい。玄関に置いといてもらっていいですか?はい、お願いします。月見パイ頼んだ。で、普段はシャンプーはボタニストのスムースタイプをシャンプーリンス使ってて、で、まあ匂いとかもね、すごい好きなんですけど、週一でこれやるとすごいね、使った日髪めっちゃしっとり、サラサラするんで、これもおすすめ。で、これでね、前から使ってるんだけど、こういう目が粗いコームを使うと浸透力が一気に上がるんで、マジでおすすめ。これは100均のセリアで売ってた風呂でかけられるようになってて、トリートメントとか普段のリンスとかも塗った後にこれでこうやると
全然手でこうやるより浸透してくれるから、こうやった後にちょっと手でキュンキュンキュンってやってちょっと置くと、めちゃくちゃギュンギュン吸い取ってくれるリンスを。これ100円だから買った方がいい。マジでおすすめ。はい。はい。はぁ、息切れしてきた。じゃあ次、顔系。顔系は、ベン。ヤーマンの電気バリブラシ。これも、これは最近じゃないかな、買ったの。最近かな？ちょっとあまり覚えてないけど。最近、まあ、8月付近で買ってよかったものですね。基本的にこれちょっと汚いんだけど、これはね、こう電源を入れると、EMS 波で筋肉を刺激してくれるんだけど、こう、ブーっていうのもできるし、普通にブーはなしで EMS 波だけはできるみたいなやつなんだけど、顔を化粧水とかで濡らして、こう、やると筋肉が、しかも持ってかれる感じがしてすごい気持ちいいです。で、頭皮も使えるから、このまま頭皮、ここを変えて、頭皮専用のもあるんだけど、まあ、このままペッてやっちゃったりしてるんです。で、これは確かね、人気になった本家が10万以上ぐらいして、まあ、絶対買えないなと思って見てたら、SNS で、これ3万ぐらいなんだけど、これでも全然十分めちゃくちゃいいよって書いてあったので、買いました。だいたいフロアって化粧水塗ったら、これでこう、って、ってやってます。で、結構私パソコン作業ずっとしてて、眉間とかこうお腹背中おでこの、なんか固まっちゃう、凝り固まっちゃう感じがすごい気になるから、これで結構強めにして、痛いって感じになるんだけど、なんかそれが痛気持ちいいので、ほぐせる。テレワークの人とかおすすめかも。はい。これは楽天ルームにも載せてるんで、よかったら見てみてください。効果は別なんだろう、写真撮ってるわけじゃないんだけど、まあ単純に気持ちいいし、まあ、SNS とかで効果載せてる人もいるかもなんで、よかったらさ検索してみてください。息切れする。あ、そうで、これね、風呂で濡らしながら、濡れてても使えるから、風呂入りながら頭皮とか、もう顔とかもできるよ。ちょっとマック取ってくる。今日の夕飯。ちなみに月見パイと、ダブルチーズバーガーと、ナゲット。はい。で次は、リップ、バセリンベトロリウム、ペトロだった。バセリンペトロリウムジェリーリップ A ってやつ。乾燥が気になる時期になってきたということで、久しぶりに買いました。昔使ってて、まあ、保湿力がね、すごいいいので、で、しかもベタつかないから、最近はこれを、使ってます。リップクリーム。これも良い。かな？あ、そうで、あとは、これ部屋、汚い。あとは、フレグランス、というか部屋の消臭スプレーみたいな、消臭スプレーは、を買ってます。これはね、ランドリンのクラシックフローラルの香りなんだけど、前のアパートからこの匂いすごい好きで、だいたいなんか色々冒険してもこの匂いに戻ってくるんですけど、イメージね、クロエの香水の匂いにすごい近いので、超いいよ、これ。もう、こんぐらいまでなっちゃったけど。タバコの匂い、ソファー、カーペット、カーテン、布製のコート、靴、カバン、ベッドの香り、ペットの香り、ペットの匂い。まあ、いろいろ消臭効果もありつつ、匂いも、なんだろう、上品、優雅にしてくれるので、おすすめです。はい。あ、そうだ。あと、最後。化粧品系で、ソポっていうファミマで出てるコスメブランドなんですけど、それのアイライナー&アイシャドウっていうやつをこの前ちょっと買って、でアイラインはこういう赤みブラウン。こんな感じの柔らかいペンシルになってて、でこっちもいいんだけど、このね、もう一個のアイシャドウの方がね、めちゃくちゃ可愛いんだよね。こういうベビーピンク系で、手に出してみようか。わかるかな？薄いんだけどね。わかるかな？ちょっと今わかりづらいかな。これ涙袋にこうやって、目頭から、ヨンって引くと、ぷっくりして自然でめちゃ綺麗なピンクベージュっぽい色なんですけど。
いい。これいいよ。これは最近涙袋使ってます。まあ、アイラインも使うんだけど、特に涙袋と、まあ、あとこっちは、まつげとまつげの間、まつげと目とまつげの間を埋める時とかに使ってる。はい、これもお気に入りです。はい、ということで、8月最近のお気に入り紹介でした。ではでは。